どうも、バンです。ね、今日は5号機を琵琶湖湖岸に持ってきました。ね、昨日の夜ね、卓上で、動作確認していたところですね、エールロンのヒンジにね、不具合が見つかりました。で、エールロンのヒンジをね、左右とも交換してきましたね。で、まあ、この影響で、今回のフライトはちょっと慎重にね、まずエールロンがちゃんと動作するのかっていうのを地上でまず動作確認をしてから、で、空中でもね、ちゃんと動くかどうかの確認をして、で、その次の段階でまたいつもの通りですね、マニュアルモードに操縦を切り替えてまっすぐ飛ぶのかっていう確認をね、するという一連の流れを作業していきます。あとはですね、6軸ジャイロセンサー、これですね、これなんですけれども、プログラムを変えました。何だっけな、ローパスフィルターの種類をね、カルマフィルターではなくて、マッド G ウィグフィルターというね、フィルターに交換してます。ソフトウェア的にですけれどもね。ただ、この出力をファイルにセーブすることはできたんですけど、それをまだ、表示するプログラムがね、できてません。で、できるめども立ってません。そういうね、だから僕何度も言ってるじゃないですか、プログラマーに苦手だって言ってるじゃないですか。だからもしかしたらもう未完成のまま終わるかもしれないですけど、とりあえずデータだけ取っておこうということですね。それでは準備していきます。はい、どうも。そうしましたら5号機テイクオフです。バッテリーは、ニセル 900mAh ですね。残量 99% です。タイマー3分で飛ばそうと思います。テイクオフです。
はい、どうもです。バッチリですね。トリム調整も必要ないぐらい、うまくと組み付け、そして、動作もねできたんではないかなというふうに思います。だいぶね、高度もね稼げましたね。で、150メートル以上はね行ったらダメなんで、そこら辺までというね、ことで2回目のフライトも飛ばしていこうと思います。はい、ありがとうございます。そうしましたらバッテリー2本目です。設定全く一緒です。今度はタイマー4分にします。1本目のバッテリー残量ね 69% までしか減ってませんでした。なので1分、航続距離を伸ばしたいと思います。ね、ただね、1本目のバッテリーの場合ね、上空に行ってからほぼ半分ぐらいの区間は動力を切っていました。まあだから似たようなね、飛ばす方をしようというふうに思います。それではテイクオフです。
はい、どうもです。おおむねね、うまく飛ばせたと思います。ちょっとね、着陸地点のね、目測を誤りました。それがちょっと課題ですね。あと、6軸ジャイロセンサー、全然動きませんでした。残念。卓上では動いたんですけどもね。ねえ。スタートボタンが効かないんですよ。効かないですよね。これがバンクオリティか。ダメだこれ。改善していきます。本日以上です。ではでは。